ダダダン、ジェットハット980円、ブラックオニヤンマ、これがオニヤンマですね。これ一応ねフィールドコアのアイテムなんですよ。で UV カット、ネックシェード、防菌防臭、顎紐取り外し、頭周りサイズ調整という機能がついているものなんですけど、ジェットハットカタログに載ってないんですよね確か。あのオニヤンマを取りに行くときにこのように顎紐がねこうやってもともとはついている商品なんですけど、まあ僕はオニヤンマは取りに行かないので、こちら使えません。ジュニアじゃなくて、いや59センチですよこれ。ジュニアでも多分出ているはずなんですけど、えこれ僕ジュニア買ったもしかして、いやジュニアじゃないですよこれ。そうで、まあ僕ちょっとこの皆さんにおすすめする使い方としては、こちらのブラックオニヤンマのアイデンティティであるブラックオニヤンマをこうやって後ろにこう隠していただいて、それでこうかぶっていただくのがいいんじゃないかなと思います。これみんないろいろ言ってますけど、この形ってワークマン今までほとんどないんですよ。オーソドックスなバケットハットで、ここの周りが幅が大きくて、いわゆるサファリハットみたいなのっていうのは結構あるんですけど、この形ってないんですよ実は。だからおすすめで、じゃあちょっとこれを使ったコーデの例えばのおすすめなんですけど、そうそう小回りなのよ。だからねめちゃめちゃこれね小顔効果が期待できます。シャンブレーですね、バンドカラー、シャンブレーのバンドカラーに変えてあげます。なんか帽子をね基本とした、帽子を起点としたコーディネートの組み方的な感じですね。でこのリネンとこの上ももう自然派オーガニック大好きみたいな組み合わせになってきているんですけど、まあ合いますよねやっぱりこのリネンミックスとこのバンドカラー。バンドカラーは別に朝じゃないんですけど、朝風な風合いをしているので、とてもねこちらも軽くさらっと着ることができるんですけど、ジュニアで似てるの買いました。大人サイズもあるんだ。そう大人サイズあるんですよ。でちょっとまあまた芸がなくて恐縮なんですけど、バケットハットよりもちっちゃいんですよこの顔周りが。なので結構こうキュッと小さく見える。だからこういう切り目の格好に合わせるといい感じですね。まあ、ちょっとオニヤンマこれ隠してるんですけど、意外とねこのバケットハット、こうバケツみたいなこういう形よりこうさらにここの角度がついている帽子っていうのはなかなかないので、ていうか今まで多分ワークマンの中ではなかったので、これはそういう意味ではそういった帽子を探してらっしゃる方はおすすめでございます。でしかもね、値段もめちゃ安い190円だっけ、なのでおすすめです。2つ目、ジェットハット980円、ブラックオニヤンマを使ったコーディネートはこちらになります。まあね、さっきの格好からバンドカラーに変えてあげただけではあるんですけど、だいぶ印象変わりますよねやっぱり。これはここがちっちゃいので、サファリハットだと結構アドベンチャー感が出ちゃうというか、これからキャンプ行くんですかっていう感じがあまりに出てしまうんですけど、後で紹介する予定だったのでもう比較しますけど、こっちがバケハで、こっちがジェットハット、わかるかな。あでも全然角度、やっぱほら角度が全然違うんですよ。かぶりますよ、ほらこうなんですよ。だからこっちのコーデの方が、これの方がどっちかっていうとハットっぽく見えるっていう、なんかちょっとあんまりちゃんと説明できてないかもしれないんですけど、ドレッシーに見えるんですけど、こちらのジェットハットの場合はもっとストリートっぽいというか、それで言うと去年だったらバケハ、去年一昨年だったら多分バケハの方がトレンドだったと思うんですけど、今年はどっちかっていうとこっちのこの深いやつ、ジェットハットの方があのトレンドっぽい形にはなるので、同じコーデであったとしても去年バケハをかぶってたものをこっちのジェットハットに変えてもらうだけで、ぐっと今年らしさは出るかなと思います。防水とか何にもついてないですあのなんならここメッシュなんで、ほら蒸れにくい構造となっております。で今日はね帽子をもうかぶったり脱いでかぶったり脱いでするんで、もう髪型はどういかんともしがたいんですけど、晴れた日に夏待ち着として着るのであれば、こっちのジェットハットの方が今年っぽく使えるんじゃないかなと思います。真夏はイージスのハットは防水なのでどうしても蒸れてしまう。でもう本当に糖質度も確か5000、2000とか5000とかだった、2000かな、なんでやっぱ真夏被るのは結構きついんですけど、これはもうねここが完全に開いておりますので、
で生地もそんなに厚くないから、頭が蒸れるっていうこともないかなと思います。シルエット的にはこんな感じですね。結構ここ巻いてる、これがねこう外側に行ってないんですよ。だからね地味に僕はこれここに今日本ダブルブラックオニヤンマにしてます。かなり僕はこのブラックオニヤンマの言いたいだけ活躍するシーンはね増えそうな予感がしておりますので、こちらおすすめです、今紹介したものと比べると明らかに違うもの、はい、こちらになります。じゃじゃじゃん、コメントにもありました、エアロガード防虫ハット。どんだけ虫刺されたくないんだっていう、こちら1500円、ちょっと値段上がるんですね。でこちらは、サンドベージュ、ストーンブラック、ダークオレンジ、バンダナネイビーと4色展開の、商品となっております。ただね、こちらのエアロガードの防虫ハットの素晴らしいところはご覧ください。ロゴがどこにもない、あるのはここに、ここにワンポイントちょっとだけ、ここにタグがちょっとついてるだけ。こちらの商品の、特徴としては実はねここに切り込みが入っていまして、ぐるっとね、でその中がこれメッシュになってるんですね。だからこちらの帽子もあのハゲ防止にはなるハゲ対策、あの蒸れにくい帽子となっております。コットンのね帽子もどうしてもやっぱりこうこもってしまうことがあるんですけど、ここがねこういう感じでぐるっとメッシュになっていて、だいぶ軽く被ることができるんじゃないかなと思います。ハゲ対策ねそう、自分がガードすると誰かに行くって、結局ねそういう世の中ですよね。こちらなんですが、ここにね針金がついていて、こんな感じでなんかあのなんか弥生時代のなんか儀式に使われるなんだこれあの針金が入っており、針金というかワイヤーが入っておりますので、なみなみにしたりね、自由な形をこれで顔ね威嚇するようななみなみに、なんかシャンプーハットみたいになってきたんですけど僕はねこれあの基本的にはこれ伸ばして、被るのが好きなので、ここはねお好みになるんですけど、基本的にはこう僕広めにするのがいいかと思います。で、こういう形のここのツバが広いものはあんまりこう深く被っちゃうと探検家感が強く出てしまうので、被り方としての難しいなって思われる方はポンって乗っけるぐらい、ちょっとねこう頭に対して少し斜め前髪出してあげるぐらいの角度にしてあげるのがいかつくなりすぎなくていいかなと思います。ここはね長いからね、あんまりこう深くやっちゃうとやっぱカウボーイみたいにストローハットみたいになっちゃうので、そういうコーデがありっていうパターンもあるんですけど、使いやすいのは合わせやすいのはこっちじゃないかなと思いますので、こう、まあ、ちょっと前髪出してあげるといいんじゃないかなと思います。この場合はリネンでもリネンミックスでも全然いいかなとは思うんですが、コットンショートパンツですね、ファインドアウトのコットンショートパンツに高撥水のキャンバスデッキですねのカーキ、スニーカーぶっちゃけなかったんでこれ履いてるんですけど、白いスニーカーあったらそれでもいいかなと思います。白スニーカーでも、まあ、でも意外と全体がアースカラー同系色でまとまってますので、高撥水キャンバスデッキのカーキしかないよっていう人でもあの持ってきていただければ意外と合うんじゃないかなと思います。こうやってやってしまうとこういう感じになっちゃうんですけど、そうならないようにはこうちょっと浅くかぶってあげるとそんなにガチにならないというか、こなれて見えるんじゃないかなと思います。3つ目のエアロガードの防虫ハット1500円を使ったコーディネートはこちらでございます。もうこれね防虫対策はね、あもう膝出しちゃってますけど、もう帽子でこう虫を帽子でこう虫が来たらクラクラってこうやらないといけないんですけどマジ無防備ですからねこれ下あだからもしねその防虫対策不安があるようでしたら、これ例えば長袖をエアロガードの白 T も確か出てると思いますので、ヘビーウェイトコットンじゃなくてエアロガードの長袖 T シャツとかにするといいんじゃないかなと思います。あとはそのなんか首元ちょっとこうでもいいんですけど、暑いなってなったら、これまあ日焼けはこうやっといた方がいいんですけど、暑いなと思ったらこうクッと上げてあげれば、なんていうか首元に風が当たるのはやっぱ針金のメリットですよね、形変えられるんで。ということで、3つ目のコーディネートはこちらでございました。エアロガードの防虫キャップ防虫ハットか、こちらウォッシュドチのローキャップ、結構ねこっちはたびたび僕の配信の中ではご紹介しているんですけど、こっちもねネイビーなんですけど、ネイビーの方がね
いい感じにステッチがちょっと見えるかな、ステッチだけ少し色が薄く見えていい感じに古着っぽいというかちょっとユーズド感があるんですよね。で後ろはバックルでフィールドコアのロゴがありますけど、サイズ調節は非常にしやすい形となっております。簡単にピーッとサイズ調整ができるのは非常に助かるんじゃないかなと思います。で、こちらのウォッシュドチのローキャップなんですけど、これでね980円なんですよ。こちらも1000円切ってるんですよ。全色買ってもいいぐらいどの色も非常に使いやすくなっております。カーキのねトレーナースウェットグレーのねスウェットとこれ合わせて、パンツにもねカーキ色の、ショートパンツ合わせてそういうコーデもねしてみたりしたんですけど、今回はこちらの僕が買ってきた新色のねネイビー使ってコーデを組みたいなと思います。こちらのコーデに組み込みたいなと思ったのがこちらです。じゃーん、前回動画も出させていただきましたアニマルプリントのアウトドアシャツ、これねまた青いアニマル柄をね追加購入してしまいました。ピンクだけでは飽き足らず、これネイビーとねこのシャツを合わせていきたいと思います。去年出たコーデュロイタイプの薄いコーデュロイですね、中に裏起毛が入ってないやつ。そうだからなんかこれを見ていただければトロピカルのシルエットが全然違うのがわかるかと思います。こっちの方がまだ袖がねシャツっぽいというか、あっちはねやっぱ明らかにオーバーサイズ。このシェフパンツめっちゃいいっすね。なんかこの生地のコーデュロイってすごくくたってくれるんですよ。他の黒とかグリーンとかのシェフパンツって硬いじゃないですか、生地が。最初多分何十回と洗濯しないとくたってこないと思うんですけど、このパンツ最初からくたってくれるんで、なんかこういうちょっとオーバーサイズを履いてダルーンって形がなってくれるんで、このシルエットは僕好きっすね。こちら自体はシャツそんなにこうビッグシルエットなわけではないので、きれいめにしてあげて、下がねちょっとバギーな緩いパンツと合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。本当にねこのシャツさらっと着れて涼しくて、汗かいても結構すぐ乾いてくれますし、着心地もとてもいいし、あとその何よりこの生地感的にそんなにシワにならないので結構綺麗に見えるんですよね。やっぱピンクも買いましたけど、これあとね緑もあるんですよ緑も買っちゃおうかなと思うぐらい僕本当に気に入ってます。これ着るんだったらショートパンツでもいいはいいんですけど、ラフになりすぎるところはあるので、まあこういうちょっとね、ボリュームのあるボトムスとかを持ってきてあげるといいんじゃないかなと思います。私これほらこのパンツとボーンサンダルの相性もすごくいいですよね。手間じゃないけどこれが1000いくらには見えないよね。サンダルボーンサンダル1500円ぐらいだっけ。このやっぱりチノパンと、チノパンではないですけどシェフパンツとボーンサンダルの組み合わせもすごい相性いいですね。やっぱこのシャツはだから僕もなんならもう緑も買っちゃうかもう売ってないんですよね。でもサイズが結構欠けてきちゃってるので、ということで EG ウォッシュドチのローキャップ980円、こちらですねを中心に組んだコーデはこちらでございます。4着目ネイビーでね、ネイビーベージュっていう感じでちょっと色数を整えてあげております。最後に紹介する商品がイージス防水トラッカーキャップ1500円、耐水圧1万の糖質5000ですね。まあ蒸れやすい、剥げやすい帽子にはなるんですけどこちらも僕2色持っております。これ結構ねこのグレーとネイビーかな、これがねすごい汎用性が高くて使いやすい帽子になっておりまして、これがねこの間かぶった阪神タイガースです。どっちかっていうとこの色がねもうちょいあれだったらジャイアンツみたいな配色ですね。どっちかっていうと履きやすい帽子シリーズ。でもさ、なんかコラントッテとかとやってるんだから、そのうちなんかアデランスとコラボして女性で汚れにくいパンツっていうのがあるんですけど、剥げにくい帽子みたいなかぶるだけで髪の毛が生えてくるみたいな帽子とか作ったら売れそうですけど、ね、はい、絶対濡れたくない男たちによる、ブラックコーデでございますあ、傘は差したくないけど絶対に濡れたくない男たちの全身ブラックコーデ。靴がアクティブハイクは確かこれ防水ですね。4センチまでではないかな。これフロストの方は、フロストハイクの方は4センチなんですけど、こっちはどうだったかな。
でもあのこれもかなり濡れには強いですね。靴下は先日ご紹介したこれナイキのね3足980円の靴下、黒ので、このショートパンツは3レイヤー糖質ショートパンツで、これ防水ですね。このパンツも防水なのにショートパンツという大いなる矛盾そして上着には大人気イナレムエア、イナレムエアでこんだけ着てるけど蒸れにくいで、こちらのトラッカーキャップ、こちらも防水1万、糖質1万ありますね。これがもう全く膝は濡れますが傘いらずで、歩くことができる完全防備コーデ。なんでスネ出してんだっていう風なツッコミが来そうですけど、なんでこういうのもっと出さないのか謎なんですけど、最近なんか黒い真っ黒黒のシューズもまたリバイバル的に流行ってきているので、なんかワークマンも出せばいいのになって思うんですけどね。パッと見オールブラックみたいな靴って意外と出さないんですよね、なぜか。雨でも大丈夫オール防水コーデでございましたでもね、あの本当にあのイナレムエアは普通に着るものとしては若干フードとかがちょっと気になったりしちゃう部分はあるんですけど、1万以上の防水性能のアイテムの中ではもう段違いに軽くて、蒸れにくいというか、糖質度が高いアイテムになるので人気の理由がわかるなっていう一着でしたね。こうしちゃえばねもう全然濡れないから、確かに これフード使うことを考えるとキャップの方がいいかもです。で言うと本当に雨の時はやっぱこっちの方がいいっすね。どうでしたか、意外と使える帽子多くないですか。そう、はい、なので本日の総括といたしましては、帽子はね万人におすすめできるのはこちらチノ、ボッシュドチノローキャップ、これ980円だし、あの色もね突飛な色じゃなくて、でロゴもねほとんど目立たないし、シンプルなコットンの風合いでガンガン被ることが、できるので、これがね一番まあ使いやすい帽子になるんじゃないかなと思います。だけどね意外とねワークマンの帽子って売れてないんですよね多分なんだけど僕はね帽子大好き人間なので、ワークマンの帽子はかなり、全種とは言わないもののかなりの量買っております。サファリとかは買ってないんだけど、梅雨とかを考えるとこちらですね、バケハ、イージスのバケハと、トラックキャップ、こちらがやっぱり買いやすい、傘代わりになるんですよこれが。ただまあやっぱ真夏に7月以降とか暑くなってくるとやっぱこの帽子たちはもう被れなくなるので、あとはもう秋以降の活躍になるんじゃないかなと思います。でも、まあ、あのニューエラっぽいこのデザインであったりとか、シンプルなねバケットハットとしてこちらも使うことができるので、物としては超使いやすいです。コーデにも組み込みやすい、だからすごいおすすめでございます。でなんなら今季の新色の水色があるんですけど、僕ちょっとまだそれ買ってないんですけど、意外とねこう今季ってウォッシュドデニムが巷流行っておりますので、ウォッシュドデニムに白 T シャツにその水色のバケハとかを合わせるだけで結構可愛いコーデになるんじゃないかなとは思いますので、これはねやっぱ夏は厳しいですけど、それ以外の季節に関してはかなり使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。で意外な伏兵ブラックオニヤンマ、こちらに関してはバケットハットじゃなくてちょっと今年っぽい感じも出したいなという場合にはというか、あとそのもっとストリートっぽい感じのコーデにしたいなという場合には、こちらのキャップがハットかおすすめです。で特にあの機能があるわけではないんですけど、逆に言えば夏とか温度が暑くなった時に、温度が上がった時に、先ほどの、ね、イージスの防水タイプのものだと蒸れてしまって、使い物にならないので、そういったシーズンにカバーしてくれるハットとしてはこれが一番今の現行の出ているワークマンの中では使いやすいハットになりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。僕のね、そういう意味での一押しはこれブラックオニヤンマみんな知らないんで、ジェットは畳みやすそう、あ、まあまあそうですね、こうこんな感じでくちゃくちゃっとやっておけるんでいいんじゃないかなと。ケアするような素材も使っていないので、ガシガシカジュアルに使っていただければなと思います。